ただきます。どうぞ。大瀬市地域おこし協力隊の池山千秋です。石井さんです。いつもね、そうチラッとやってくれるっていう。今日は石井さんが全部料理を作ってくれました。これがブリの切り落としの竜田揚げ、うん、ブリのスライスのお吸い物、こっちがスライスのお吸い物、ブリのスライスの洋風バター蒸し、うん、でお刺身なんだけど、お刺身に醤油と甘だれです。甘だれ、この甘だれも作ったらしいです。すごすぎ。じゃあここの2つは同じ、なんかスライス、スライスのやつが同じで、そうそう、こっちがスライスでこっちが切り落としってやつ、この刺身。へー、切り落としがこれと、はい、うん、これ。そう。一切れをじゃなくて、うん、二切れを一緒に揚げてる。だから肉厚です。なるほど、だからそうなんだ。ですです。楽しみ。これ、言い忘れてた。甘夏の切り身が入って、甘夏の切り身が入ってます。普通、柚子のところをおろしてたんで、うんうんうん、甘夏です。おお、さすが。本当に美味しい。めちゃくちゃ美味しいんだけど。え、ちょっとさ、料亭の味ぐらい美味しいよね、うんうん。めっちゃ美味しい。しかもなんか油もちょっと出てて。めっちゃ美味しい。うん、あ、そうそう、ブリの油が多分すごいしっかり、このスライスにも変わらず。え、ね、出てるよね、うん。すごい。めちゃめちゃ美味しい。ブリも美味しい。うん。ふわふわ。なんか硬くなっちゃうのかなと思ったけど、こういう風にしたらめっちゃふわふわ。なんかお吸い物作れるってちょっとこうすごい料理上手っぽい、うん、女子力高すぎますよ。お味噌汁とかなんかね、他のスープよりお吸い物ってだってね、その出汁の味というかね。これね、これ本当はブリしゃぶ用のスライスなんです。うん、へー、なんか売ってるやつはブリしゃぶ用のなんかスライスみたいになってるんだけど、うんうん、まあ、ブリしゃぶはもうみんな作れそうだから、うん、まあ、ちょっと吸い物にしてみようと思って。なるほど、アレンジとして。うん、へー、めっちゃいい。ネギとめちゃめちゃ合うのね、ブリって。ネギがすごい美味しいことになってる。うん、甘い。うん、何酒が変わった。でも、温かいから温かくて、すいたてのバター蒸し、バター蒸し、うん、めっちゃ美味しい。キノコとブリって、うん、合うんだ。美味しいね、うん、また全然違う。うん、ほんとだ、ね、うん、もうなんか目覚めるみたいな。バジル、バジルすごい、ハーブってすごい、すごい、きのこと、ブリと、うん、バターと、うん、お酒と、うん、塩ちょっと、塩ちょっと、そうだ、塩振ってたとバジル、うん、あれができる、うんうん、超簡単、蒸すだけ、普通に家庭でできますね。うん、分厚い、めちゃくちゃ、うん、分厚い、これめっちゃ分厚い。いただきます。うん、すごい油が乗ってそう、うん、めっちゃ油乗ってます。うん、うん、待って、うん、一個で満足度がすごい、トロトロ。こんなに油乗ってると思わなかった、うん、ちょっと甘めだと思う。甘鍋です。おー、うん、うん、おいしい。これ酢飯と一緒にあったら多分すごいおいしいと思うんだよね。確かに。うん、ちょっと変化球ね。でもやっぱさっぱり系の方がおいしいんですかね。これが結構なんか油になってるから、こってりだから、そうだね、うん、だから解凍して、うん、
食べれるみたいな。すごい。切り落としされてるのいいですね。すぐなんかもう簡単にすぐ料理に入れるから。とそのコンスライスはプレッシャーだからちょっと厚みがこれよりも厚くて、普通はすごい厚いからこうやって料理にすごい使うんですよ。確かに。じゃあ立ち上げも。これが本当にいい香りがずっとしてたんです。ね、美味しいといいけど、ちょっとそれも味見できてないからさ。竜田揚げ美味しくありますよね。あ、美味しい、うん、美味しい。めっちゃ味付け最高。ニンニクと生姜が効いてる、うんうんうん、本当にふわふわです。めちゃくちゃ、うん、いや、2個くっつけるのいいですね。めちゃくちゃ、そうそう、なんか1つだとちょっとボリュームが足りないなって、うんうんうん、いやすごい、このアイディア。なんかふわふわに仕上がるっすね。うん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 、うん、あ、なるほど、おいしい。やればできるんだね。唐揚げもちゃんと。今度ちゃくちゃんもじゃやってよ。だいぶなんか料理の質変わりますけど大丈夫ですか？大丈夫です。やってやって。ジャキちゃんも出ます。うん。はい。おわせぶしさんのぶりの切り落としとしゃぶしゃぶ用のスライスか。しゃぶしゃぶ用のスライス。はい。です。だから今日はなんか全部ぶりだよみたいな感じだったじゃないですか。ちょっと飽きるかなって思ってたんですよ、ねね、全部ブリだから、うん、全然飽きない。全部なんか違う感じに。そうだね、うん、でもこれ1回頼んだらどんだけの量くるんですか？結構くるんですか？切り落としは1キロくるから、うん、今食べたやつで、うん、多分1袋半でしょ、うん、これでそう、うん、3倍、3.5倍ぐらい。へえ、うん、じゃあやっぱこうやってなんかいろいろできるからね、ずっと刺身もきついじゃないですか、さすがに。でもね、刺身もできるし、うん、立てた揚げにもできるしみたいな。そうですね。料理してる最近？でも魚を釣ってくると料理します、うんうん、これでなんか天ぷらとか。天ぷらするの？フライとかは、うん、揚げ物だったら、うーん、魚釣ってきたらそれでなんかキスだ、キスのこの前天ぷらしたりとか。うーん、うん、お腹いっぱいになったな。めっちゃお腹いっぱい。食べれたね。はい、ペロッといきました。ここまでの時間多分20分ぐらいですよ。、うん、普通に20分以内に食べ終わりました。美味しかった。ぜひ皆さんもふるさと納税であるんで、うん、はい、はい、でどんだけ量があってもこうやってね、うん、いろいろなんかアレンジして全部美味しくいただけるんで。小分けになってるから。ああ、スライスとかはそう、小分け、うん、100g とかなんか10切れぐらい、うん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 、だから相当使いやすかった。あ、確かに。こうやってボンってね、一袋に全部まとまってると、うんうん、ね、保存方法がみたいな、傷みやすいみたいなのあるかもしれないけど、小分けはいいです。そして刺身が美味しかったね、本当に。美味しかった。解凍しただけであんなに美味しいからね、うん、本当に。ちょっとびっくりした、うん、ということで、皆さんもぜひ食べてみてください。食べてください。はい、チャンネル登録、いいね、コメントお待ちしてます。